川路ダムは、栃木県日光市川路温泉川路地,地先、利根川水系絹川の本川上流部に建設されたダムである。筒み城を栃木県道23号川俣温泉川路線が走る。木の川流域の河川開発は1929年の五十入りダム事業着手に始まり、戦後建設省によって1956年に五十入りダムが完成。 10年後の1966年には川又ダムが完成し、木の川の治水、利水は飛躍的に改善した。だが流域の宅地化や農地面積の拡大、首都圏における人口の増加はさらなる水需要の要望となり新たなる水資源開発が求められた。さらに人口増加に伴い木の川の治水も万全に行わなければならないが、築堤等は 用地取得に難があることなどからダムによる総合開発が求められた。これらを受け1968年より現在の地点に特定多目的ダムを建設する計画を策定し1973年に実施計画調査に入った。形式はアーチ式コンクリートダムであり高さは140.0メートル。アーチ式コンクリートダムとしては黒部ダム。 大ンダム、長は渡るダムに次いで、包み高が高い。利根川水系でも、奈良股ダムに次いで高く、草木ダムと並ぶ。目的は、洪水調節、不特定利水のほか、地元日光市や宇都宮市、茂岡市をはじめ、千葉県成田市をはじめとする北総地域及び、京葉工業地域に対し上水道、工業用水、灌外用水を供給している。 首都圏の水亀の一つでもある。上流の川又ダム、四川、小賀川,川の五十里ダム、2012年に完成した、湯西川ダムとともに、絹川上流ダム群を形成しており、国土交通省関東地方整備局、絹川ダム統合管理事務所によって、統合管理されている。ダム湖は、八塩湖と呼ばれるが、名称の由来は、 栃木県の県下でこの辺りで咲き乱れる八潮筒子による。この八潮湖により73世帯の住民外転を余儀なくされ、幼稚保障の際には水源地域対策特別措置法による国庫補助を受けている。このほか直下流の川地温泉より絹川の景観確保のために水量維持を要求され、不特定地水として河川に維持用水を放流している。ダムは 川路温泉郷から見えるほどの至近距離にあり、ダム天場から川路温泉が一望できる。木の川温泉や竜王橋にもほど近く、新宿駅から JR 東日本と東武鉄道が、相互乗り入れを2006年より開始、交通手段も充実していることから五十里ダムと、セットで観光地として多くの観光客が訪れる。右岸、左岸両方から、 アクセスできる珍しいダムで、道路も整備されていることから車での来訪が多い。ダムウガンには、資料館もあり、ダムの働き等を学ぶことができるほか、売店やレストランもある。八潮湖は特に上流部で枯れ木などが湖に立っていることから、魚釣りのスポットとして、釣り客が多い。ありがとうございます。